信じなさい。示しな。私が出る価値があればよいが。ご中心、またあの猿発見。どっかの軍と戦ってるみたいです。孫悟空と戦っている軍勢がいるのか。敵の敵は味方、加勢をせねばなるまい。花公園、手勢を引き孫悟空を吸収せよ。吸収戦は得意中の得意。ちゃちゃっと終わらしてきますわ。こんなとこでやられたんじゃ男が捨てるぜ。だがすっかり蓄えちまった。入った。まだ無事だな。さっさとあいつら助けるぞ。敵将撃ち取った。よく戦うおっさんだこと。正気か？脅かすね。ま、いい腕なのは認めるけどな。お前もな。残りの敵もさっさとやっちまうか。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。城は陥落間近、一気に攻め落とせ。敵将撃ち取った。背を向ける者は足が切る。援軍か。すまねえ、恩に切るぜ。何が何でもあいつら死なせんじゃねえぞ。敵の大将はしまった。やりにくいぜ。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。ひとまず騎乗の敵は片付いたな。よし、このまま場外の敵はぶちのめすか。目の前で女神が微笑んでる。俺は死んだの。
もう間もなくだ。死にたくなくば戦え。第二陣、敵の城に向け進軍せよ。なんだ、また来んのか。お前ら決まってけ。敵将撃ち取った。敵将撃ち取った。ここらで最下衆の出番か。吉家、城の守りは任せた。俺は仲間呼んでくる。バカめ、いかに上がることも我が体型は覆せる。今度は伏兵か。しつこい男は嫌われるぜ。待たせたな。最下衆の戦い方味わってもらうぜ。こんな兵隠してたなんて聞いてねえぞ。じゃあ俺も自慢の兵を出すとするか。敵将撃ち取った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 。幻影兵を出せ。幻影兵を進め。敵に悲鳴を上げさせろ。
将討ち取った。敵将討ち取った。義、もはや無縁の勢力、この手で葬る。貴様の腹など初めから読めておったわ。敵さん追っ払えたようだな。敵将討ち取った。おかげで命拾いしたぜ。借りができちまったな。うちの殿は腕の立つやつが大好きでね。お前らなら気に入ると思うんだが。そうそうか。信長とどこが違うのか、ま、見定めるいい機会かもな。救われた恩義は戦働きで返せ。槍の又座の活躍楽しみにしてな。曹操は袁紹を取り込み、息子は呉を取り込んだ。順調だな。乱世において能力を発揮する男、曹操。清盛とある意味では似ている。仙人である私の心さえ見透かす男だ。暴走すれば清盛以上かもしれぬ。私はもしかして最も危険な男に世の命運を託そうとしているのかも。